のつもりで聞いてください。次のゲストスピーカーは大人です。この渋谷をの街を作った人と言ってもいいかもしれません。渋谷西武です。渋谷西武の店長さん時代に、ここの渋谷はあの消防署の通りから渋谷区役所まで今は移動しましたが、連れ込みホテル街だったんですね。それをどん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 変えてきました。若者の街にしていきました。公園通りになり、スペイン坂が できてパルコパート1、2ができて、どん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 文化、渋谷文化が育っていきました。この渋谷店長をやり、渋谷、西武百貨店の社長をやったこの人が渋谷を作ってきたようなものなんです。この人が三宅洋平応援です。この渋谷ハチ公前でこの人が応援をするっていうのも一つのなんか方向かなと思います。皆さん聞いてください。水野誠一さんです。皆さんありがとう。これほど多くの、ね、皆さんが集まってるっていうのをツイキャスを見てて、家であのいても立ってもいられなくなってきました。僕もその西武時代はあの三宅洋平君とか山本太郎君が散々に言う経団連と近いところいたんですよ。だけど僕はもうやっぱり経団連の考え方っておかしい。なぜならば企業でいろんな不祥事が次から次に起きて止まらない。なんでですかこれ。これはねやっぱり常識が僕はおかしいと思ってるんですよ。そこで辞めて、西武辞めて議員になりました。参議院議員6年やりました。そしてそこではなんか役人が来ちゃ先生先生って言ってるけど、全然先生を尊敬してない。何を言っても言うこと聞かない。もうこの世界も建前だけでダメだっていうことにつくづくうんざりをして、6年で辞めました。そして静岡の浜岡原発を止めようと思って知事選に出たんです。まあ知事選に出たけど、それは簡単に現職知事には勝てない。しかもその当時原発止めろって言うとみんなしらーっとされちゃってた、まあ、そんな時代でした。でもまあ僕はそうやって非常識の進め、つまり常識を否定することをずっとやってきたんで、ようやく政治の世界にまともな友達になれる政治家が出てきた。それが山本太郎です。そしてその山本太郎をサポートしようということで三宅洋平が出るということ。これはねもう今回本当にやばいですよ。僕はもうともかく政治をやってたんでよくわかるけど、アベノミクスなんていうのはとんでもないまやかしです。そして憲法改正と言ってる、これは単に9条を改正するというんではなくて、もう完全独裁政治ができる非常事態条項というのが出てくる。そしたらね、国会も選挙も何も行われなくなっちゃうんですよ。そんな状態にならせるわけにはいかないということで、もういても立ってもいられないんで、ここに出てきて、木内さんに俺も喋らせろって言って時間をもらいました。みんなね気をつけてください。本当暑いから倒れないように水、水分はいっぱい取りながら、最後まであのみんな盛り上がってください。そしてここで盛り上がるだけじゃなくて、家に帰ってから友達にねあのどんどん広げてください。僕も今日昼実は あるところで講演をしてきたんですが、百数十人ぐらいしかいない講演ですが、そこで最後に三宅洋平、これを入れなければ日本の将来はないぞと言って、行ってきました。みんなも行ってください。どん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 広げてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではみんなで呼び込みませんか。